タイマカオのセナド広場です。一番有名なところで、その前の通りのシンマールーっていうところ、こちらが半島側のメインの通りなんですけど、シンマールーをセナド広場からリスボヤホテルまで歩いていきます。どこにでも看板がある超台風。金製品の店ですね。また超台風がありました。この辺りはカジノの客でない客でごった返してます。この左側が、この奥の方が世界遺産が点在してます。世界遺産の教会ですかね。そしてもう少し先に行くと巨大なカジノビルがあります。カジノホテルが。でも今となってはカジノはこの半島側じゃなくて、ホタイという埋め立て地みたいなところがあるんですけど、そこに一気に巨大なホテル群が形成されて、カジノホテル群が形成されて、そちらがメインになっています。いや、あれって言ったじゃん、お茶。そういえばですね、さすがにベネチアンの中では10年は売ってないですね。セブンイレブンがあるんじゃないんでしょうか。右側のジュースを飲むような人しか本当は止まっちゃいけないんじゃないんでしょうか。ただ水が2本置いてあったので、水を冷やそうとして右側を見たら、右側にたっぷりジュースが入っています。至る所に超台風がありますね。カジノで儲かった人が金を買うんでしょうか。まあ質屋もいっぱいありますけど。貴金属というか、ほとんど金の店ですね、この辺は。はい、セナド広場からシンマールーを坂をずっと下ってきて、
一番下まで来ました。この先がリスボアホテルです。リスボアホテルまでシンマールを降りてきました。緩やかな坂になってます。セナド広場からはこの人たちは何を待ってるんでしょうか。オープントップバスかなんかあるんでしょうか。はい、ここが半島側で巨大なホテルのリスボアです。グランドリスボア。旧リスボアはあのちっちゃい前のカジノです。何気にこのグランドリスボア高さ200メートルぐらいあります。今球体の下にいますので上が 見えません。現在の東京にあるこの建物より虎ノ門ヒルズと一緒ですね。はい、リスボアまで緩やかな坂を下ってきました。これです、グランドリスボア。